皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県立伊豆中央高校の概要についてお話します。伊豆中央高校は三島田端地区の中堅の普通科高校です。静岡県東部地区の同レベルの普通科高校は、富士東高校、沼津西高校、御殿場南高校があります。定員は160名で、今年3月の倍率は 1.08 倍でした。学校裁量枠が発表されました。裁量枠の1は体育的活動で 15% 程度、部活は野球、バスケットボール、サッカー、いずれも男子が対象だそうです。で、裁量枠の2、こちらは中学校における学習、これで 25% 程度、科目数書いてなかったんですけど、おそらく9科目の、学校の成績だと思います。で、中学校の学習の成績、これで 25% 程度、合わせて 40% 程度を裁量枠で、取るということです。進路は国公立大学の進学、これが 23.7%、私立大学、こちらは 63%、 短大が 3.2%、 そして専門学校が 4.8%、 就職が 1.0%、 このようになっていました。今回は県立の伊豆中央高校の概要についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。